さん、こんにちは。武田学校講師の武田恒康です。それでは授業始めます。はい、前回は日露国交断絶まで行ったと思うんですけども、いよいよですね、こちらですよ。はい、日露戦争開戦という流れになっていきます。この時の日本はですね、なかなか、まだまだ、大国ではない、発展をしている途中の国でしたけども、やっぱり小さい国が戦うからこそでしょうか、結構周到に準備をしています。なんとかなるみたいな感じでいきなりじゃないんですよね。やっぱり準備がですね、重要ですよね。で、日本はほら、あの前回やりましたけども、まず日英同盟を結びまして、ヨーロッパの、超大国ですよ、イギリスとの同盟国となったということ、そしてアメリカとも大変友好な関係を結んでいます。当時のアメリカの大統領は、セオドア・ルーズベルト大統領です。このセオドア・ルーズベルト、この方はですね、とても親日家なんですね。日本のこと大好きで、すごい日本がね、このどんどん成長しているのをですね、応援してくれているような、そういう方なんです。で、日本からは金子健太郎という人をですね、アメリカに、この時期日露戦争の前に派遣します。この金子健太郎もですね、大変優秀な方で、この人ね、当時明治時代ですけども、もうすでにこの、ハーバードを卒業してるんですよね。アメリカこの時代ハーバード出てるんですよ。しかもハーバードの同窓生なのよ、大統領と金子健太郎が。だからやっぱりこの時の明治時代の日本すごかったよね。で、日本から金子健太郎を派遣して、同窓生に、あ、お久しぶりみたいな感じで、いや、ちょっと今度ロシアと戦うことになっちゃってみたいな、大丈夫、ロシアと戦争すんのみたいな、同窓生同士がそういう会話をするわけですよ。すごいパイプがあったもんだなと思いますけどもね。それで、じゃあどういう事情でね、日本はロシアと戦争しなきゃいけないのかっていうのをちゃんと説明して、アメリカの大統領に理解してもらってね、分かった分かったということで、で最後はね、戦争終結の時にはちゃんとアメリカに仲裁してもらうというところまでですね、ちゃんと計算してですね、アメリカとちゃんと事前にすり合わせが終わってるわけですよね。はい、結構ちゃんと準備してます。はい、そこでですね、ちゃんとアメリカの協力もしてもらえると、理解だけじゃなくて協力もしてもらえるということで約束をしています。でですね、ここで、ロシアの拠点というと、これですね、両党半島、ほら三国干渉だったじゃないですか。日本が清と戦ってね、日清戦争で勝って、で合法的にこの両党半島を日本は手に入れたんだけども、なぜか終わった後ドイツとかフランスとか、ロシアが出てきて、返せっていう、いやいや、なんで返さなきゃいけないんですか、とにかく返せって言って返したら、ロシアが占領しちゃったというですね、何のために日清戦争を戦ったんだよということで、この両党半島をめぐっては相当日本人怒ってるわけですね。だからいつかこの恨みを晴らしてやるというね、ことだったわけなんですけども、だからロシアに対する感情はもう日本はもう最悪なわけですね。でここにですね、軍事要塞も作り、で軍港まで作ってるわけなんですね。ここを落とさなくてはいけないというのが、これが、この日露戦争の目的です。はい、でこの両党半島、ここで戦います。それから、その後ですけども、この奥にあるね、この辺ですね、現在の瀋陽というところですね、当時宝天という町がありました。だこのね、大連のところの先っぽにあるこの旅順という港と、このちょっと奥にある、宝天という町ですね、この2箇所を落としていくわけなんですね。旅順攻略作戦、それからこの宝天海戦というですね、この2箇所が、特に大きな戦争があった場所です。それからその後ね、ヨーロッパの方にいた、ロシアの艦隊ね、バルチック艦隊って言うんですけど、世界最強の艦隊と言われたその艦隊がですね、アフリカからぐるっと回ってきて、こっちに駆けつけるわけですよ。そしてこっち、日本海に入ってくる。そして日本海で、
海戦が行われます。これが日本海海戦ですよね。まあ、主にこの3つの戦闘がですね、日露戦争で重要な戦闘になるんですけども、で、あの陸軍、あの、まあ、海軍はですね、日本海海戦ありました。で、陸軍はこの旅順と奉天ですからね、はい、旅順どこにあるかというと、この先っぽです。ここが旅順です、はい、ここが旅順、奉天はこの辺ですね、はい、そういうことですので、拠点をどこに持ってきたかというと、ここですね、ここです、ソウルですね。まあ、日本はこの下関とか、あの広島とか拠点ありますけども、やっぱこのね、旅順、それから奉天を叩くためにはですね、このソウルに、拠点を置くと。で、作戦拠点をソウルに置いて、ここからですね、こっちの上の方とこっちの方ですね、両方行きます、はい、はい、というわけでですね、この明治37年日露戦争が始まります。まずは、これ2月8日ですね、旅順にいたロシア艦隊を攻撃するのと同時に、このここインチョンから入ってですね、ソウルに入城します。この2箇所同時に入るわけですね。そしてソウルに入って、インチョンからソウルに入りまして王宮を制圧します。まあ、制圧するといってもこの朝鮮では戦闘はほとんどなかったんですけども、そこでですね、まあ、どういう理由で今日本がね、ロシアと戦争するに至ったか分かってるよねっていう話なんですよね。でね、この直前に、まあ、もうすでにキラキラネームって言いましたけども、大韓帝国というですね、立派な名前を付けましたよね。もうずっとどっかの国の属国だったんですけどね。で、一応いきなり皇帝を名乗っちゃってね、大韓帝国というね、名前だけは立派って言いましたけども、そんな状態になって、名乗ったわけですけども、で、大韓帝国として中立宣言というのをですね、出したわけですよ。この日露開戦の直前にね、中立宣言出すとどうなるかというと、国際法上中立国ってことになりますから、日本がね、このソウルを拠点に戦うということができなくなるんですね。で、いきなり中立宣言を出すんですけども、日本もロシアも承認しませんでした。は、今更何言ってんのっていう感じで、で、中立宣言認められると日本もロシアも、この朝鮮半島に入れなくなるんですけども、中立宣言、そう、日本もロシアも却下しましたから、今更何を言ってるんだとこの人という感じでね、ですから日本はもう開戦と同時にですね、ソウルを占領するんですね。そして、まあ、大韓帝国皇帝、に、なんでこういうことになってるか分かってるよねっていうか、あんたらのせいだからって話ですからね。朝鮮がしっかりしてくんないから、ね、日本は手焼いてるんだと、いうことで、したがってソウル使わせてもらうからって話ですよ。まあ、まともな軍隊もありませんからね、出てけって言ったって、もう、ね、もう日本は大軍を送り込んでますから、言っときますけど、しばらくね、戦いますからねと、このソウルを拠点に戦うからねと、嫌とは言わさせませんよぐらいの感じでですね、はい、ですから、まあ、韓国と、大韓帝国としてはですね、戦う力もないですし、この経緯もまあまあ知らないわけじゃないですから、分かりましたということで、どうぞお使いくださいって、で、協力しますって、まあ、言わされたって言いますけれども、それはそうでしょう、そうなってますからね、誰のせいでこうなってるんですかって話ですからね。はい、そこで、ここで、日韓議定書というのが結ばれるんですね。日韓議定書の内容はですね、まず、大韓帝国は外国の侵略に対する日本の行動に便宜を与える、ね、とにかく日本に便宜を与えますよということ、はい、だからこの道とか使っていいですよと、ね、この港も使ってくださいということですね。それから、その代わり日本は大韓帝国の独立を保障すると、ね、だからもう外国から攻められないようにね、ちゃんと日本は守るからということで独立を保障しますよと。それからまたね、ほら、なんかさ、ほら、カルロス・ゴーンみたいに箱に入って王宮から抜け出たりとかさ、あったじゃないですか。ロシア高官に逃げちゃって亡命とかね、それでいきなりその親日の官僚全員処刑したりとかあったじゃないですか。
だからもう信用できないんですよね。だから一応ね、日韓議定書でもう大韓帝国は勝手に外交しちゃダメ、もう外交は日本がやりますね。だから勝手に外交しちゃダメですということで、日本の承認なしに外国と条約を結んではいけない、まあ、こういうですね約束をしました。これが日韓議定書です。まあ、だからこの辺の流れがですね、徐々に韓国をね、大韓帝国を併合していくという流れになっていくわけなんですよ。でもともと日本はね、別に朝鮮半島が日本の領土である必要はないんですとにかく日本は日本列島を守れればいいんですよ。ただ日本列島を守るにはここがね、中国の軍とかロシアの軍が入られたら守れないんですよ、ね、だから朝鮮半島にはね、独立国がありさえすればいいんです。でそれが中国の傀儡とかロシアの傀儡じゃなくって、ちゃんとした普通の独立国があるだけで日本は十分だったわけです。だから一生懸命援助して、ほら法律とかこうやって作ったらいいよとか、裁判所とかね、議会はこうやってやるんだよとか、いろいろ教えてあげるんですけども、で頑張れ頑張れって言って自立独立を支援しようと思ってたんですけども、全くダメだから、もういいと、もう日本が一旦ね、保護するよと、なんなら併合するよと、そうでもしない限りもう朝鮮はもう統治できないでしょうという流れになって、でその先に日韓併合があるんですよね。だからもう日露戦争が始まった時点で、日韓併合への流れはなんとなくちょっとずつでき始めてるんですね。もう事実上の保護国みたいな感じになってるわけです。はい、もう朝鮮の道とか、港とか日本軍が使わせてもらいますからねとね、であんたたちの独立は保障しますと、で外国と勝手に条約結んじゃダメですよって話ですから、はい、もうここまで来てしまったということで、その代わり、ね、ここで、両順、それから法典、ね、これからバルチック艦隊も来ますよ。日本は徹底的に攻め戦いますからね、はい、まあ、そういうようなことになりました、はい、ただ問題はですね、金だったんですよ。もうすでにですね、日露戦争始まってるんですけども、始まって結構間もないうちに金がつき始めちゃったんですねお金ないっていうか、まあ、ちょっとここがですね、日本のまあ、準備不足と言いますか、まあ、なんとか調達しようということだったんですよね、でもお金なくなっちゃって困っちゃって、そこで、大役を仰せつかったのがこの方です。日銀副総裁の高橋惟清です。この人がいなかったらちょっと日露戦争勝てなかったんじゃないかなと思います。戦費調達ね、これ日本はですね、いくら日本円刷ったから OK とはならないんですね、これ外国からいろいろな資源とかもしくは武器とかをですね入れてこないといけないですから、当時日本円はほとんど国際的に価値がなかったです。はい、例えばですね、日本のね、車買いたいんだけどもジンバブエドルで払っていいですかって言われても、ジンバブエドルなんていくら積まれても何の価値もありませんからね、トイレットペーパーとか花紙にすらならないですからね、まあすごいインフレになっちゃってね、紙幣の価値がほぼゼロになっちゃった国ですよ、ジンバブエね、ジンバブエドル、それと一緒で日本円払いますって言っても、何これ大丈夫、これで何買えんのみたいな、もう世界は日本円を受け取らないんですよね、まあ、そんな状況だったので日本円をすりますとかじゃもう話にならないんですね。これもうしょうがない、外国からちゃんとお金を借りるしかなかったんですね、そうやって戦費を借金して戦争するという話なんで、その戦費調達をこの人一人でやったんですからね。いや、本当高橋惟清って総理大臣もやりましたし、大蔵大臣もやりましたし、でここは日銀副総裁として日露戦争の戦費調達と、いや、この日本の近代においてかなり重要な役割をですね、高橋惟清さん担ってくれました。この人ね、写真見たら分かりますけども、コロッコロしてるんですよ。顔もコロッコロしてますし、体もコロッコロしてますし、あだ名はね、だるまさんっていう名前だったんですだるまさんこの高橋惟清って相当ぶっ飛んでますよ、破天荒というかやんちゃというかね、
この人ね、間違って一度ねアメリカで奴隷になっちゃったことあるんですよ。普通アメリカで奴隷になんないでしょ。アメリカに留学した時に騙されてサインしちゃって奴隷契約書だったんだって。それでね、何年も奴隷やらされてんですよ。奴隷経験もあり、まあ、だからこそ英語も達者でね、アメリカに行ってイギリスに行ってね、まあいろいろと交渉するんですけども、いや、このやっぱ普通のエリートじゃないんだよね。アメリカで奴隷ってやばいでしょ。そういう経験までしてですね、酸いも甘いも知り尽くしたようなですね、まあ、こういう人がですね、いい仕事をしてくれたわけですよ。はい。まあ、226事件で暗殺されてしまうんですけどもね、あとですね、昭和恐慌から抜け出したのも高橋惠彦さんのおかげですよ。このあとこの人大出世しますから、総理大臣やって大蔵大臣何期もやりますからね。はい、高橋惠彦がとにかく借りてきてくれと言われ、嫌だなという話だったんですけど、しゃあない行くかということで、船ですからね、当時船で、ニューヨークに行って、そこからまあニューヨークの投資家とかと話して、そしてまた船でイギリスまで行って、当時ロンドンのシティといったらですね、世界の金融の中心地でしたから、そこでですね、戦費調達をしようとするわけなんです。ところがやっぱね、世界は日本が勝つとは誰も思ってないんですよね。もうすでに言いましたけども、ロシアはね、世界三大帝国の一つですよ。でそして陸軍兵力は世界第一位ですからね、海軍兵力が世界第3位、そのロシアが日本と戦って、日本なんかね、もうロシアと比べたらもう国力4分の1とか5分の1しかないんですから、そんなね、国力戦力差があって、しかもまともな実戦経験もない、まあ、日清戦争でちょっとやった程度ですわ、その日本がロシアと戦って勝つわけがない。したがってもし日本が戦争に負けたら賠償金を取られる側だから、多分貸した金は返ってこないんじゃないか、そういうふうに見られていたんですね。ですからもうすでに日本の公債、要するに日本があの外国で公債売って、国費を調達した分があるんですけども、要するにあの、まあ、現在でいうとまあ国債のね、あの価格がありますけど、それと同じように日本公債の価格もあるんですけども、あのすごい値下がりしちゃってるんですよね。まあ、そんな状況の中で、日本は、ね、あの負けるから、日本借金したいって言っても日本に貸したら返ってこないよという感じです。でロシアの公債の価格はですね、日露戦争開戦とともにちょっと落ちるんですけども、大して落ちなかったんですね。まあ勝つっしょみたいな感じで、だから日本はもう戦費調達でも行き詰まってしまいました。で当時の仕組みなんですけれども、成果、一番信用されるのはこれ成果と言いまして、あの分かりやすく言うと金なんですね。はい、成果というのは金でありポンドなんですよ。はい、当時イギリスのポンドという紙幣は世界で最も信用されている通貨だったんですね。そしてこのポンドと金というのはあのペッグ固定だったんですよ。つまり1ポンドを銀行に持っていけば何グラム金がもらえますよっていうのが決まってて、だからもうポンド紙幣というのはすなわち金そのものだったんですね。金と同じ、もうペッグですから固定なんですよね。金と同じなんですね。で金は世界で通用する価値ですので、その金とペッグになっているポンド、そしてこのポンドが世界で最も信用されている通貨だったんですね。この戦費調達というのはすなわちポンドを調達することなんです。ポンドを調達するということはすなわち金を調達するということなんですね。まあそれが今と違います。今はほら金とポンドとか金とドルってもう相場が立ってますから、あの打艦紙幣というね、1対1そのね決まった率でもって交換しますよというのは今はもうなくなってしまいました。かつてはだから、かつてはね、お札というのは金と交換できるっていう
まあ、金の預かり証みたいなもんだったんですね。だからなんでこんな紙っぺらで物買えるのって話ですけど、それはそうです。銀行に持ってったら金に変わるわけだから、金の預かり証なんですね。本来だって金を払って、ね、金貨とかを払って物を買うところ、まあ、重たいですし、もう金の預かり証でもっても決済させてもらうっていうのが紙幣の始まりですからね。はい。なので、日本はこの成果を、要するにポンド、金、これをですね、調達しないといけなかったわけなんですね。はい。で、ところが、今はアメリカでも中国でもそうですけども、ちょっとお金必要だったらいきなり国債出したり、もうほら、印刷しちゃったりとか、ね、市中に出回る貨幣の量を調整できますよね。まさにそれアベノミクスです、まあ、とにかくバンバンすれって言ってですね、使わせてね、でデフレ脱却ってやったわけなんですけども、当時はそれできません。金本位制ですから、金と交換するという前提で紙幣を出すので、金と結びついていない紙幣なんか価値ないんですよ。ということは金を持ってなければ紙幣すれないんですよね。はい。なんで、金、ほらロシアと戦争するために日本は、ね、いろんな物資を買い付けるわけなんですけども、だから海外に、ね、海外からお金、海外から物を買うときに払うのは何ですかといったら、これポンドを払わなきゃいけないわけで、金を払わなきゃいけないんですよね。で、日本が持っている金の量がどんどん減ってきちゃったんですよ。でもすでに、流通している紙幣の 22% しか金を持ってないという状態になっちゃって、これ以上金の保有率が下がると、これ打艦紙幣じゃなくなるということです。かといって日本からどんどん金がなくなるからといって金を輸出を禁止してしまうと、これは金本位制を放棄したことになりますから、ますます日本が戦費を調達することはできなくなる。じゃあどうしたらいいのって言ったら、もう借りるしかないんですよ。投資家に買ってもらって、この公債を買ってもらって、投資家からポンドを集める。そしたらこのポンドで戦費を払えるわけなんですね。で、当時は国内に軍需産業なんかほぼありません。大体ですね、日本軍が持ってる装備はほとんどが輸入品です。まあ、今とはちょっと考えられません。今はね、大体どんな兵器も、まあ、F-35 はアメリカから買ってきましたけども、基本国産じゃないですか、自衛隊の装備ってね。まあ、F-15 もアメリカから買ってきましたけど、でも半分国産ですよね。で、当時日本が持ってた兵器はほとんどヨーロッパから買ってるんですよね。当時の日本海軍の持ってる船なんて、これからね、日本海海戦でロシアと戦って大活躍しますけども、その日本の軍艦もほとんど輸入なんですよ。もうだから、もう成果がなければ戦争一つできないんですよね。はい。そこで高橋惟幸が走り回ってですね、お金を集めます。まあ、ところがアメリカに行ってみたら結構しらけムードで、勝てるわけないっしょみたいな感じで、でロンドンに行っても全然ダメで、とでどうするんだと、もう戦争始まってんのにね、これ戦費調達できなかったらこれ戦争一つできませんよと。だからもうこのすごいですね、この日露戦争を継続できるかどうかはこの高橋惟幸の肩に、一人の肩の上にですね、乗っかってしまっているという状況でした。さあどうやって戦費調達していくんでしょうか。それは次回やりましょう。それでは今日はここまでです。はい、チャンネル登録お願いいたします。目指せ100万。